マイクが壊れてしまいましたので、今日活躍した小倉選手とともにですね、このような形でヒーローインタビューをやろうと思います。なかなか見られない光景ですけれども、よろしくお願いします。さあ、それでは改めてご紹介しましょう。今日は5回に2点タイムリーツーベースヒット、今日の勝利に大きく貢献しました小倉信之選手です。ナイスバッティングでした。いや、笑わないでくださいよ。いや、小倉さん、なんと言いましてもですね、実は石川ミリオンスターズ BC リーグ4年目にして初めての開幕勝利ということになりました。それに大きく貢献をしたのが小倉選手ということになるんですけれども、あの5回のバッターボックス、どんな気持ちで入ったんですか？気持ちを聞かせてください。力まないように、打点を上げられたらいいなと思って打席入りました。やっぱり今日は開幕戦のトップバッターということで、だいぶプレッシャーもかかったんじゃないでしょうか。そのあたりどうでしたか？そうですね、1番バッターっていう打順があんま打ったことなかったので、とても緊張しました。はいはい、わかりました。もうちょっと口を近づけて打球はですね、ライト線ギリギリだったかと思うんですが、どんな切れるとは思いませんでした？いや、もう気持ちで中に入れてきました。実はですね、この小倉選手というのはとても足の速い選手なんです。今日の二塁打というのはその足を活かせましたか？そうですね、できれば三塁まで行きたかったです。明日もゲームがありますから、明日はぜひですね、じゃあ次の塁を目指してですね、走っていただきたいと思います。小倉さん、今日はお客さんの声援聞こえましたか？いや、今日はお客様の声援のおかげでヒットも出て勝つことができました。本当にありがとうございました。それではこれを弾みにしてですね、明日以降のゲームもファンの皆さんを熱狂させるようなプレーを見せてください。明日も頑張ってください。おめでとうございました。今シーズン初の最初のヒーローインタビューは小倉信之選手でした。もう一度最後に大きな拍手を。